少女から人を殺したと携帯電話の通信アプリ LINE を通じて告白されたと語りました。先週広島県呉市内の山中から若い女性の遺体が見つかった事件、今日新たな動きが。事件に関わったとみられる男女3人が今日出頭し、警察が事情を聞いているということです。事件に関わったとみられる男女3人が今朝呉警察署に出頭しました。3人はいずれも10代で、少年2人と少女1人だということです。すでに逮捕されている16歳の無職の少女、そして被害者とはどのような関係にあるのでしょうか。事件が発覚したのは先週金曜日、16歳の無職の少女が広島市内の警察署に自首したのがきっかけでした。